ンディングフィリピナス久光製薬岩坂のサーブで始まります。まずは久光製薬石井がストレートに切っていきました。最初のポイントは久光製薬です。まあ、もちろん現在トップ残り今日のゲームを含めても6試合トップ通過を狙っていくんだという酒井監督です。ここは吉野が対応しました。井上のサーブです。アタックを使っていきます。ブロックにかかっています。よく拾っています。そして石井です。サーブレシーブにしてもディグにしてもきっちりとやはりセッターに返ってますよね。そうですね、今のも強打でしたけどもきちんとセッターに返ってますので、ね、そういうところではやっぱり攻撃力が高いですよね。そうですね。さあそしてルーキーの中川速攻を使っていきました。サンティアゴです。サーブには吉野が下がります。サービスエース埼玉アゲオミリックスが1ポイントをリードします。まあ、今日は中川ルーキー出場という話をしましたけれどもこの吉野ルーキーも頑張ってますよね。そうですね、もうまあ、出場試合数もいいですし、まあ、もうスタートから、ね、行ってますので落ち着いてはいますよね。そうですね。嬉しいです。ここまで久光のセッター後藤は石井が前にいるセットでは石井を積極的に使ってますね。そうですね、まあ、パスの状態としても、まあ、石井選手にいいボールが供給されてますよね。しかしその石井のサーブはネットにかかりました。サンティアゴがサーブに下がります。サーブ効果率はリーグ4位です。ここまでサービスエースも15本マークしています。ライトからシュシュニャルが決めています。5対3と埼玉アゲオが2ポイントをリードしました。ブロックの上からいきました、ね。まあ、高さがありますのでね。手前にボールが着地しました。アキンラディオが決めています。そのアキンラディオがサーブに下がりました。つながりません。ここまで総得点この試合前までですが335点、全体でも4位につけているというシュシュニャル。サービスエースです。もうすでにここまでにサービスエースを2本、アゲオの方はチーム全体としても取っています。まあ、サーブレシーブ成功率61.1 とトップに立っているという久光製薬のレシーブを崩しています。もういっぱいいるのでやっぱもう少し声をかけて引っ張っていってほしいですよね。そうですね。ブロックワンタッチを取っています。
桁10点目が埼玉上尾に入っています。一人飛ばしていきました。野本が決めています。古藤がサーブに下がります。サウには堀江が下がります。埼玉上尾メリックス。中川、しかしこれはアウトです。野本のサーブ、速攻を使っていきます。ここまでは本当に上尾のいい形がいくつも出てますね。そうですね、青柳選手2本しっかりクイック出てますので、サーブレシーブが安定してますよね。石井1本切りました。13対7と埼玉上尾がリードをしています。キャプテン岩坂のサーブ、中央からサンティアゴです。積極的に入ればミドルっていうのをね、続けてますよね。そうですね。これはダブルコンタクトを取りました。15対7です。1点目が埼玉上尾に入って16対8。この第1セット2度目のテクニカル、課題ですし、ある意味中川選手が自分で点数が取れてないっていうところもあるので、ちょっと苦しんではいますよね。そうですね。石井が思い切ってぶつけていくようにスパイクです。今のレシーブも悪くはないんですけど、やはりヤキンラデオ選手が使えるボールではないので、そういうところで石井選手は踏ん張ってくれてますので、なるべく、早くこう中川選手にこう落ち着くような、ボールを上げて1点取りたいですよね。そうですね。ツーで落としていきます。ここは堀江です。久光としては井上選手、今村選手も残ってますので、攻撃陣としては、中川選手がどれだけできるのかっていうのも監督も見たいのかもしれませんしね、もちろん今後、今年とは限らず、これから2年3年、5年って考えた時に中川選手が中心になってくるっていうのも、期待できるところなので、少しでも、1個ずつ積み上げていってほしいですね。そうですね。
ンナディオがつなぎました。アウトです。わずかに長かったかなというこのスパイクになりました。またしてもダブルコンタクトを取ります。タイムアウトを取ります。あ、シュート、シュート、シュート、結構厳しいです。そうですね、またリードしています。ヨスの山岸両方とも最後まで慎重に選びましたね。そうですね、きちんとライン上に立ってジャッジしましたのでね、うん、強いサーブセッターには返っている。まあ、レフト側はちょっと狭いスペースにはなりましたけれども、2枚うまく使っていきましたね。そうですね、ただやはりレッドしか決まってないのがやっぱり厳しいですよね。そうですね、栄がリリーフサーバーに出てきました。そしてここで11番の青柳です。うまくブロックワンタッチを作りました。まあ、栄選手、後藤選手に変えてなので、リリーフが悪いのはもう誰もが分かってるんですよね。ただ誰も何もできてないっていうのが今の現状なので、はい、やっぱりセッターを変えてちょっとリズム変えたいですよね。ブロックつながっています。返すだけ、バックアタックを使っていきます。堀江のバックアタック、22対11。低いか、うん、ミドル使っていったんですけどね。そうですね、まあ、一応パスが速かったのでね、パスで浮かしてあげるっていうのも一つですし、早く手を上げてあげるっていうのも一つですよね。このサーブレシーブ乱されます。中川が打っていく、ブロックに捕まります。24対11。22番をつけます。若松がコートに入ってきました。中川がようやく決めて12点目、初得点ですね。24対12、埼玉アゲオがリード。セッターに綺麗に変えてレフトから、ブロックはアウトになりました。25対12、第1セットは思わぬ点差がつきました。埼玉アゲオメディックス、基本的に坂井選手も普段上げられてないので、中川選手とコンビを組むことが多いと思うんですよね。そういう意味でこう近い存在にしてあげたいっていうので、坂井選手を投入したっていうのも考えられますよね。なるほど。まず石井が決めています。まあ、実際に中川を使って、そして中川で勝つということができれば結束力が高まると思うというふうに久光製薬の酒井監督が話をしていました。まあ、ですからこの今日の機会を使ってなんとかね、チームの一員としてっていうところを作ってあげたいっていう気も出てくるんでしょうね。そうですね、やはり見てるだけでは誰も育たないんですよね。やっぱり実際コートに立ってこう自分のプレーが何が通用するのか何が通用しないのかっていうのを一本ずつこう学んでって、それがやっぱり自分の力になっていくので、そういう意味ではやっぱり勝利っていうのは大きくなると思うんですよね。ですね。シュシニャルが決めて2対1。
してフェイントのブロックにかかっています。もう一つレフトへちょっと近いんですが拾いました。ライトから2段のトス、石井シシニャル上げて速攻を使っていきました。これ苦しい、かなりネットに近いところだったんですけど、井上よく上げましたね。そうですね、サンティアゴ選手が近くに飛び込んできてくれたので、うん、あれを長いボール上げようとするとやっぱダブルコンタクトの危険性が増えてくるので、はい、近くに飛んでくれたっていうのはセッターとしては大変ありがたいですね。なるほど、そうですね。キンダリー3点に倒すだけ久々制約がリードです。野本二段のと堀江サメジーポイント4対2。野合わせましたよね。はい、うん、よしのスナイダーブロックかかっています。うん、自ら打って上がってきたところを自らブロックしていきました。いい判断でしたね。下で処理する選手多いんですけども、うん、やっぱりネットに近いので当たって取りづらくなってしまうので、はい、今みたいに浮いたボールはね上で処理した方がいいので今いい判断だったと思います。はい、そのセットのことは忘れてっていうのはあると思うんですけども、もう一度立ち返ってこうサーブレシーブを落ち着いてあげることによってミドルが、ね、生きてくるのでミドル積極的にもう一回使っていきたいですよね。そうですね。ちょっとこれはネットにかかります。シシニアルのサーブ、元が落としていきます。ここで、8点目が久光製薬に入りました。第2セット最初のテクニカルタイムアウトは久光リードで迎えています。シシニャルのサーブあれでいいからな、しっかりとああいう風な展開で持っていこう、ね、少しこうネットからパス今のオフショット期待したいですね。そうですね、フロントローにそのルーキーの中川が上がってきました。
この栄のサーブはアウトになりました。返しだけになります。チャンスボールは埼玉上尾ブロードの攻撃、青柳です。1点差に追い上げてきました埼玉上尾。ネットにかかります。上尾の方はタイムアウトの時に話もありましたけども、まあ、16点20点までに追いつければ、はい、まあ、今日の久光というか今の久光だったらなんとか勝負にはなるので、ね、そこまで離されない、もしくは早めに追いつければチャンスはいくらでもありますよね、はい、ピンポー石井のフェイント10対7。吉野のストレートへのスパイクです。決めていきましたサンティアゴ。そうですね、本当久光の中にあってはレフトのスパイカーがよく頑張ってますね。そうですね、まあ、特にこの石井選手ですよね、本当に今チーム苦しい中で一人で頑張ってるという印象を受けますよね。そうですね、速攻を使っていきます。ちょっとね完璧
璧になっていたわけではないんですが、サンティアゴなんとかしましたね。そうですね、今井上選手はフェイクかけたんですよね。レフトに上げるところからフェイクかけてシークイック持ってったので、はい、普通の選手だったら来ないなと思ってスイングやめるんですけども、うん、サンティアゴ選手のちゃんと腕が上がってたので、ね、処理できましたね。なるほど、ブロックかかっています。フォローしました。1枚シシュエル飛んでいたんですが、キーカディを決めています。結構離れたり短かったりっていうのが多かったんですけども、今日の試合もそうですし、先週ね、フルセット勝ったところもそうですけども、はい、ライトの高いトスが、ね、安定してきたなっていう印象を受けますよね。そうなると自分の選択する幅も、ね、広がってきますよね。そうですね、スパイカーの方も思い切って打てますし、そういうところではやっぱりセッターの質問技量というかね、今のは少しちょっとバックアタック離れてしまったので、ダブルコンタクトです。今のは回ってしまいましたね。そこ青柳が飛び込んでいきました。今のはリバウンド取ったところからね、もう一回レフトかなという時にしっかりタイミングよく、ね、飛び込んできてくれますよね。そうですね、やはりああいうなんかこう目立たないというか地味なんですけども、ああやって入ってきて点数1本取ってくれるとね、本当にチームとしては楽なんですよね。吉野、さあこれで埼玉上尾が逆転をします。17対16。ここでタイムアウト。バックアタックを使っていきます。返すだけ。速攻、これは待っていました。最後捕まえたのは中川です。正面で、ね、しっかり待ってましたね。しかしこの後にサーブのミスです。いやルーキーのブロックポイントで乗りたかったんですけどね。そうですね、まあ、今のところは、ね、一気に点数行きたかったので、まあ、難しいところではありますけどもね、ミスしてほしくなかったですよね。そうですね。さあ野本に代わって筒井をコートに入れてきました。久光製薬酒井監督。速攻、ここは中央から岩坂です。飛びませんでしたもんね。そうですね、マサイドに絞ってたっていう部分もあると思うんですね。さあそして加藤光がサーブに出てきました。久光製薬打って返します。さあ上がっている、ブロックは筒井
松井がいいレシーブを見せましたね。そうですね、あの本当に拾ったボール最後ね、石井選手も来ますしね、サンティアゴ選手もいますので、はい、で1個回せば、まあ、シシヌ選手も上がってきますので、そうですね、まあ、そういう意味では、うん、まだまだ勝負は全然これからですね。はい、ここでサービスエース、本当に淡々と仕事をしますよね、選手は。そうですね、必ずと言っていいほど1日1本は、ね、サービスエース取るような形で、ね、活躍してますよね。本当にあのいいところでの、ね、切り札になってますよね。このブロックはアウトになりました。さあ、しかしまだ1ポイント差。高さのある2人が前に出てきています。埼玉アゲオ、アキンラリオ、高く飛ばしてライトからシニアル、ストレート側ですね。井上も高さを取ってしっかりと、ね、ライトに上げましたね。そうですね、アウトです。まあ、キンラデオ選手、石井選手に絞ってると思うんですけどね、この点差だったら。アキンラデオジャストビートはできないんですが、沈めていきました。まあ、バックの選手はあれだけ体が見えたら動けませんからね。さあ、同点21対21、中川がサーブに下がりました。シシニアルです。ブロックスイッチしますかね、しないかな、さすがに。あ、しますね、スイッチ。はい、あ、シシニアルが止めます。今アキンラデオ選手が走るのでね、シシニアル選手をレフトに置きましたよね。サーブと同時に、ね、スイッチをしてきました。引っ掛けている、ブロックをフォローした、高く上げて、ブロックはアウトですか。ラインズマンを呼びます。まあ、どっちにしてもどっちもチャレンジ使いそうなそうですね、ボールですよね。もう画像判定に任せてもここはいいかもしれませんね。まあ、ここの1点というのは本当に非常に大きな1点ですのでね。はい、使わないですね。入ったっていう、はい、まあ、感覚してますかね。さあ、そして野本がコートに戻ってきました。帰っている、ワンタッチを取っていきます。シシニアルです。セットポイントを迎えました埼玉アゲオ。スイッチしますかね、堀江選手なんでね、しますね、やはり。野本です。まあ、セッターとしたらそれスイッチしてるのが分かって、じゃ あの今の場合でアキンラディに上げられるかっていうと難しさはあるんですかね。まあ、アキンラディオ選手とシュシュの選手だと難しいですけどね。さあ、追いつきました。逆に言うと今のところなんですよね。あの野本選手と岩坂選手の高さに勝負するか、はい、堀江選手
坂井選手が前なんで坂井選手の前で勝負してもいいんですよ今の1点なるほど。ただやっぱり主人の選手っていうエースがいるからやっぱそっちで勝負はしたいですよね。なるほど、そうですね。そこのこう、まあ、どうしても結果論でしかないのでどっちが本当に正解かって言われたら難しいんですけども、まあ、そこは、ね、もう腹くくってもうセッターは結果で受け止めるしかないので、はい、強いサーブレシーブが取れた。チャンスですね。さあチャンス、うん、ブロック、あー、もったいないですね。チャンスボールをチャンスにできませんでした。もう取ってレフト1本っていうところでね勝負してほしかったですけど、でもこれででもまだまだしないでほしいですね、はい、本当に25対25です。こうすると今度久光3枚高いですからね、はい、上げてバックアタックライトまでここだ。岩坂です。今度は久光製薬セットポイント。最後はシグナルを2度止めました。27対25、久光製薬が第2セットを入れてきます。第2セット、その境を入れたことでの効果ってはどうでしたか。そうですね、リズムは良かったですよね。岩坂選手に1本決まったっていうのもありますし、ボールの下に入るのが境選手早いので、まあ、そういうところでは落ち着いてできてますよね、はい。まあ、あとはある意味でこういい意味でですけども、はい、中川選手の名前が出てこなかったですよね、はい、っていうのは流れを切るプレーがなかったってことですね。やっぱりサーブで狙われてサービスエース取られてしまって中川選手の名前が出てくるっていうよりも、やっぱり新鍋選手がいいところっていうのはゲームを壊さないんですよね、はい。まあ、そういうところでライトのポジションとしてチームの中にうまく溶け込みましたよね。なんである意味いい意味で目立たなかったっていうのも一つ良かったですよね。なるほど、そうですね。中川の名前を叫んだのはブロックポイントのところでしたもんね。そうですね。なので悪い意味でのサービスエース取られたりとか何かをされたっていうところはなくて、自分が点数取った時にこう目立てたのがやっぱり良かったですよね。そうですね。周りの選手がやはり決め切る力を持っているので、自分目立たない選手っていうのも絶対必要なんですよね、まあ、例えば都営選手だったりとか、はい、セッターだったりとか、まあ、つなぎをうまくしている選手っていうのは名前が上がらなくて仕事をやるべき仕事ができている時はやっぱ強いですよね。なるほど。サンティアゴの速攻決まっています。直接帰っていった。これはネットを越えません。2対2の同点です。第3セットがスタートをしています。石井がサーブに下がりました。懸命に拾ってそして返したんですが決められています。3対2と久光製薬がリード。まあ、ゲオの方は先ほどのセットを取るチャンスで落としてしまったので、このセットを気をつけないと走られますのでね、ちょっともう一回落ち着いてほしいですよね。野本です。ちょっと合ってないんだよなっていう感じですね。ボールが落ちるのがちょっと早いので野本選手がカーブで合わせてますよね、あれをもう一個出る角度ですかね、ボールの初速の角度がもうちょっと上の方が野本選手にとっては打ちやすいかもしれませんね。なるほど。
シネルが決めています。このトスの精度が上がってきましたよね、はい、今みたいに動いたボールだったりとかの、まあ、前は、ね、高く上げるだけだったのが、はい、きちんとトスに、ね、あの精度のいいトスになってますので、そうなるとシシネル選手の高さっていうのは生かされますよね。そうですね、これがネットにかかりました。7です。自分のタイミングも外れたんですけども、最後まで、ね、手をしっかり残してたんで相手のコートに落ちましたよね、はい、9対9の同点です。
陽が決めています。10対9。ついていたんですが止められません。サンティアゴが打って返したところ、拾い切れませんでした。サミス製薬して12対11。何かどちらも突き放せませんね。そうですね、まあ、まだまだ中盤っていうのもあるので、ちょっと決定打に欠けているような感じもありますしね。堀江が決めて12対12。12。
接ブロックをしました。15対15に追いついています。久光製薬に入ってテクニカルタイムアウトです。さあ久光が抜け出せるかどうか。岩坂のサーブブロック、マキンダニオが止めています。きちんとこうミドルのフロント上げ上がりバウンドとかあのブロックホールをしている部分ももちろん多いですけども、うん、しっかり当たったときはあのブロックができてますよね。バックアタック、このワンタッチにはなりましたけれどもしっかりとバックアタック2枚ついています。ブロック、ここは獅子ギャルにサンティアゴ高い2枚です。間抜きに行きましたね。しかし獅子ギャルの左手に当たりました。気持ちいいでしょうね、これだけブロックに当たる、止まるっていうのはね。そうですね、まあ、今のはあの非常に、まあ、粘り強いというか、ね、タイミングも難しかったんですけども、しっかり形作りましたよね。はい、高く飛ばしておいてシシニャンです。18対18。さあそしてここで中川に変えて筒井を入れてきました。さあ少し守り固めておこうというところでしょうか。そうですね、いつもだと、まあ、あの中川選手前に来てレフトの、ね、2枚と交換するんですけども、中川選手と変わりましたよね、はい、このトスの質なんですよですね。さあ埼玉上尾がリード、吉野のサーブ、で上げました。ブロック、獅子にある1枚、20点目埼玉上尾。低いですよ ね、 そうですね、落ちときにはもうだいぶ落ちてますので、あそこの山があとやっぱボール1個外に欲しいんですよね。なるほど、よく筒井が拾いました。ブロックアウトを取っています。すぐさま金ラビを戻します。
確認していこう、こう一つ回すから。さあ24対22、セットポイントを握られたところで久松誠也がタイムアウトを取りました。さあみんなで超えて、まあ、今の上尾のような絶対的エースがいる場合は今の形でいいのかもしれませんけどね、1セット目を埼玉上尾が取りました。2セット目久光製薬取り返してのこの第3セットです。逆に久光のはここさえ回せば金田選手が上がってくるので、はい、また一つねこう手数が増えるというか強さを増しますからね、はい、三浦が吉野選手に変えてですよ ね、 そうですね、まあ、高さを揃えに行ってるんだと思うんですけど、はい、どうするのかな。井上、三浦、サンティアゴです。三浦選手がそのまんまやっぱそうですよね、レフトに行きますよね。そうですね、ここはサンティアゴ選手かな、シニアル拾った、誰が打つか、これを返すだけ、ストレートにサンティアゴが打って25点目は埼玉上尾なんてちょっと印象を受けますよね。ノーマークになってもやはりレシーブされてるケースもあるので、まあ、あの重さがないのかなっていうのはちょっと感じたところなので、ね、まあ、でもまだまだチャンスはありますのでね、はい、もう一回コート出てちょっと新たにねこう、あ、もっとこうすればいいのかなっていうのを見てもう一回コート戻ってきてほしいですね。まあ、そういうものを気づくことであったりっていうのはね、あの試合のコートに上がらないとなかなかわからないところってありますもんね。そうですね、まあ、あのもちろんこう外から見てだったりとかっていうのでこう頭は使えるようになってくるんですけども、こう頭でっかちでもダメですし、やっぱりそこに対する一本に対する度胸だったりとかあの力の入れ加減っていうのはやっぱりコートに立たないとわからないことですのでね、
トブロックに当てていきました。シニアです。今の日本もそうですよね。1本目のダブルがトスが長くてフェイントで抑えられる、2本目はトスが小さくて入りきれてないというところですよね。はい、ネットにかかります。ただ上尾の方も井上選手はそれほどこうサーブレシーブを得意としてないっていう踏んで、やっぱりターゲットにはしてきますよね。同じように。そうですね。よく上げました山岸、バックアタック。埼玉上尾がリードです。ライトに持っていきました。ブロックかかっています。この酒井監督です。いいサーブです。崩しました。チャンスボール。飛んでいました。サンティアゴのブロックポイント。さあアキンラディオに取らせて、しかしそのままアキンラディオが入っていきます。しまってるっていうのは今の現状ですよね。はい、このアキンラディオを使っていきました。まあ、やはり今の久光をこう対応そうと思った時に、やっぱりアキンラディオ選手の、まあ、存在は大きいので、はい、彼女に活躍をされないようにね、どうやってやっていくかっていうのが一つなので、はい、やっぱりサーブでこうやるのも大事ですよね。はい、コンタクトを取りました。拾っています。ネット上、堀江打って返す。
速攻の形になりました。これはしかしアウトです。そうですね、このチャンス大丈夫ですかね。そこで、ね、パチンってこうビークイック打ってくれるとね、非常にあれだけレフトに負担がかかってたのでね、楽なんですけど。ブロック、フォローしました。バックアタックは直接返ってくる。吉野が丁寧に上げた。バックアタックだ。これはしかし力みましたね。ちょっとトスが低かったのか、堀江選手ただバックスイングから手が上がるまで非常に速い選手で、瞬発でこう飛ぶ選手なので、ちょっともしかしたら力んでしまったかもしれないしね。いつもだとこう奥に狙って打つところがね、ネットにかかったので、これがアウトになります。10対6です。まあ、ここから井上選手に対してどういうサーブを打つかですね。アウトが、チャンスボールにある。よく見てましたね。そうですね、ゴーリー選手のレシーブの、ね、位置取りも6メートルぐらいで綺麗に、ね、止まっているので、はい、抜けてくるボールは本当にことごとく上げてるんですけどね。今の最後のボールってのは上手に打ちましたね。8です。2ポイント差です。あとはレシーブ入れて1本サンティアゴ選手クイック打たせたいですよね。そうですね。アタック、シシア11対9です。井上のサーブです。押し込んだ。
ライト側から、いや堀江が打ち切りましたね。頑張りましたね。今もうちょっと高いトス上がってくるのかなと思ったんですけど、しっかりね、ちょっと近かったですけども、やっぱバックスイングが早いので、空中体勢を早く作れるんですよね。なので身長がそれほど大きくないんですけども、空中体勢が作れるので、そこからの打ち分けっていうのは上手ですよね。そうですね。センターに帰って石井です。13対11、直接帰ってきた、丁寧に吉野が上げて速攻、いいですね。久しぶりに使いましたね。そうですね、やはり今のところがもう早くね、今下がってしまうので、1本2本ってあるとね、上げ尾のリズムにもっともっとなるので。でもやはり今年のアゲオにとってはこのサンティアゴ選手の加入というのは大きいですね。そうですね。ブロックにしてもスパイクにしてもね、本当にいい活躍してくれていると思います。ここは野本が1本切ってきます。14対12、埼玉アゲオが2ポイントリード。アキンラディオのサーブです。これもダブルコンタクトですか。15対12です。埼玉アゲオがリード。おお、バックアタックを使っていきました。吉野が丁寧にオーバーで上げたところでしたから、いろんな選択肢ありましたよね。そうですね、ブロードかなってこう思ったんですけど、選手がね、打ち抜いてくれると思うので、ちょっとラリーしたいですよね。そうですね。速攻フェイント、ブロッよく拾っています。そうですね、なかなかこう山坂選手のクイックが決まってないので、あそこはね、1本セオリーなんで、はい、引っ掛けられるとセッターとしては嫌ですよね。そうですね。アンダーの突入になりました。井上、おお、スライドを持っていきました。2ポイント差。上げることが大事ですよね。これはブロックアウトになりました。決めます。これ
で1点差。あ、ヤワフンバックいいところですね。ここはちょっと今日吉野選手がねなかなかこう決まってないっていうところがあるので、工夫はしてますけど場所変えたりテンポ変えたりっていうところでね、ブロックと今中に打ってること多いんでね、ちょっとストレートラインでどう勝負してもいいのかなと思いますけど、タイミング合わせて、まあ、先ほどテクニカルタイムアウトはといいますと16対12で迎えたんですが、埼玉上尾が1ポイントを取る間にサイドアウトを回して今ちょっと今度あれかもしれないけども、久光が4点を取りました。これとかやられたとこやられない、とやられない、あと井上とマッチこれがあるから、はいはいはい、上尾としてはちょっと苦しいローテーションではありますからね、なんとか相手のミスに頼らないで1本点数欲しいですね。そうですね、アウトのコールです。チャレンジ使いますよね。はい、まあ、今みたいなところは本当にチャレンジがあっていいですよね、うん、やっぱり、ね、レフリーと選手のこう意見が分かれたときは使った方がいいですよね。はい、まあ、ラインに乗ってるかどうかというところ、乗ってたら同点ですよね。でも今日石井選手はね本当にこう踏ん張ってるなっていうところですよね。苦しい時になんとかなんとかいろんなボールを決めてくれてますよね。そうですね、ボール入っています、17対17、久光製薬が追いつきました。いや、埼玉上尾からすれば一つローテーションまず回したい。そうですね、ここ一本早く回したいですよね。一つ回しますとサンティアゴが上がってきます。筒井がコートに入ってきました。久光製薬、高さ、今日頼るべきがこの石井です。今のも 4.5 メートルラインに落ちているので、ブロックの間なんですかね、上からだったとしたら、井上選手の上からなのかもしれませんけども、そして加藤です、はい、横からだとちょっとわからないなと思ったので、ブロック、さあ石井を止めて19点目。井上のブロック19対18。そして下道は岩坂を戻しています。ここもブロック、もう一本石井、シュシュニアルのフェインドです。いいタイミングでいいところに落としましたね。そうですね、あそこやっぱりストレートに外国人選手も前ですし、はい、久道としてはこのローテーション決して弱いわけではないですからね。久光フロントローは井上、石井、秋名で、さあここで帰るかな、チャンスボール帰ったと少し乱れましたが、シュシュニアルが打ち切ります。
った時サンティアゴ選手の B クイックですね、はい、入るとだいぶ楽になりますね、アギオとしては。ここでサービスエース、2本目のサービスエースです。代表中田監督も認めます、見つめています。一人飛ばしたライトから視野に追いかけています。高く飛ばしてライトから待っていきました、視野です。18、5ポイントの差がつきました。よし、フェイント、井上のフェイントです。そして栄に変えて中川をコートに入れてきました。上がっています、アウトです。これでマッチポイントを迎えました埼玉アゲオです。すぐに栄をコートに戻しました。石井が決めています。しっかりとブロックにぶつけるようなスパイク、コートに戻します。まあ、東西両カンファレンスのトップ同士の対決、今日のゲームです。最後はシシュニャルです。25対20、セットカウント3対1、埼玉アゲオが久光製薬を下しました。リーグ戦12連勝、皇后杯を含めると16連勝していた久光製薬をセットカウント3対1で埼玉アゲオが下しています。吉田監督にも笑顔が出ましたね。そうですね、やはり、まあ、今の久光から勝てたっていうのは非常に大きな一勝ですよね。まあ、今日は確かに久光からすればね、死んだ面がいないというゲームではありましたけれども、2セット目は確かに勝てるはずのセットを落としての感じにはなりましたけれども、埼玉アゲオが2、3、4セッター展開の中でもしっかりとこうゲームを作っていく、リードをしていく部分ってありましたよね。そうですね、まあ、今日は終始まあ、アゲオのペースだったって言っても過言ではないぐらいしっかりね、アゲオとしてはゲームが組み立てられましたよね。その中でこう、まあ、明暗を分けていったっていうのはどういうポイントになってくるんですかね。まあ、やはり前半はうまくね、1セット目はミドルをうまく使ってましたけども、後半ね、やっぱり最後までシュシュナイ選手をこう信じてボールを集めてますよね、はい。まあ、そういうところでのボールが少しこうぶれてたところが2本目の精度っていうのが良かったですよね、今日はね。なるほど。まあ、それでシシナ選手もリーグの前半では少しこうストレス抱えて打つ場面も多かったんですけども、今日にとっては本当に自分のいいポイントでしっかり振り切れるようにして勝負がしてたので、結果的にいい決定率というかね、高い決定率出せたと思います。なるほど。持ったままです。
まあ、そのシーニャルが今日は57本打って29得点を挙げて決定率は 50.9 でした。さあ、勝利チームインタビューというところになります。皆様ご声援ありがとうございました。それでは本日の VOM 埼玉アゲオメディクス背番号3番サンティアゴ・アライジャ・ダフニー選手に登場いただきました。おめでとうございます。写真撮りますので、はい、2人でお持ちください、はいはい、もうちょっと中に入ってください。もうちょっと中央に、はい、お願いします。お願いします。はい、いただきます。それでは見事 VOM 埼玉アゲオメディクスサンティアゴ・アライジャ・ダフニー選手にお話を伺います。まずは今日の勝利おめでとうございます。 Congratulations for today's victory. ありがとうございます。さあ、見事ウェスタンカンファレンスで1敗しかしていない、ね、首位久光製薬スプリングスを倒しての勝利です。We're happy because we execute our good preparation for Hisamitsu, and we're really happy because we won today. 強い久光のチームに対して良い準備をして今日の試合挑めたと思います。そして今日のこの勝利の結果につながったと思います。本当に嬉しいです。そして本人も、ね、スパイクも決定そしてブロックもありました。振り返ってどんなところが良かったですか？I think the best play for me is when I spike and towards the best blocker of Hisamitsu, which is Fluke, and I'm happy because I execute what my coaches taught me in the training here in the game of Hisamitsu. Hi.本当に、素晴らしいミドルブロッカーの久光のフォルーク選手に対して、まあ、私の監督からの指示通りに練習してきたことを、まあ、コート上で、うまく結果につなげて彼女に対して良いブロックができたことが今日はベストプレーだと思います。さあ、これでチームも9勝7敗25ポイントでイースタンカンファレンス首位に立ちました、ね、今後の戦いに向けてファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。 Thank you very much for supporting Ageo Medics and please continue supporting us until the end. Thank you. ありがとうございました。いつも埼玉アゲオメディクス私たちを応援してくださってありがとうございます。これからも引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。見事 VOM 埼玉アゲオメディクスサンティアゴ・アライジャ・ダフニー選手でした。今日のゲームはアタックの部分でいきますと19本打って12本の得点、決定率は 63.2% でした。サンティアゴブロックポイントも2つ上げていて、監督の指示通りのブロックであったりというところもできていたというふうに、チームとしても振り返ってましたね。そうですね、やはり
なんですかね、こう日本のチームやはりブロックシステムっていうのは背が低い分だけきちんとやっぱ練習してると思うんですよね、まあ、そういう中でこう外からというかね、入ってきて短期間ではあると思うんですけども、本当に私も彼女と直接話したことはないんですけども、試合を見てて非常にこう忠実に動くなっていう印象あるんですよね、はい、まあ、本当に基本を大事にして言われたことを一生懸命吸収しようっていうのがこう見えますので、リーグ戦が始まった頃よりすごい自信を持ってプレーができているなと思いますし、自分は今何をこう得意としていてどうやってやればチームに貢献できるかっていうのをきちんと把握をしている選手だなという印象を受けるので、まあ、そういう意味では監督の指示通りに、まあ、動いてるから結果が出た、まあ、もしくは動けば結果が出るんだっていうのが思ってますよね。まあ、確かにそのプレー中を見ていましても本当にいい形でいい雰囲気で、チームの中に入ってるなっていうのを感じますもんね。そうですね、やはりどうしても外国人選手で期間も短いですし、こう初めの頃はねちょっとオロオロっていう言い方ちょっと悪いんですけども、こうどうしたらいいんだろうって、こう言葉もなかなかコミュニケーションも取れなくてっていうのが、やはり日数を、ね、重ねていくうちにどんどんこうチームの、ね、中心となって、なので顔つきが変わったなっていう印象を受けるんですよね、スタートの頃よりも、よりなんか決まった時とか自然の笑顔になりましたよね。